それでは実際にテーピングを貼っていきます。まずはこんな形でですね、テーピングを破いていただいて剥がします。で、外くるぶしの前側のヘリにまずはテーピングを貼ります。で、残りの部分をこうですね、剥がしていただいてアキレス腱の後ろを回すような形で貼っていきます。で、今度はアキレス腱の後ろを回ってきたテープはですね、内くるぶしの前側までですね、ピタリと貼る感じになります。こんな感じ。はい。で、注意点としては、しっかりと足首が細った形、あとはテーピングを必要以上に引っ張らないようにしてください。以上が注意点です。